こんにちは、速稼塾の久保です。私のところにね、ご質問いただく塾生さんで、塾生さんじゃなくてもいいんですけども、私のところにご質問いただく方の中で、何回かのやり取りの中で動画でね、質問してくださる方っているんですよ。で、メールで質問してくださる方がいます。それぞれなんですよね。で、私はほとんど動画で返信してると思います。まあ、ですんでね、その動画の返信に対して、もし YouTube で稼いでいこう、もしくは自分のビジネスに YouTube を取り入れていこうとするんだったら、いつまでもメールで返信するのではなくてね、YouTube で返信するってことをした方が一歩先に出ると思うんですよ。まあ、少なくともコンテンツは1個増えますよね。そしてそれを一般公開のメッセージとして私の方に送ると、さらに効果が高まると思います。なぜならそこにもう集客が始まるからなんですよ。私が何かの質問に答えているところ、その元ネタを探して、私の動画概要欄からクリックすると、質問した方のね、動画が出てくるんですよ。ということはそこで何件かのアクセスが上がるってことなんですよ。で、もうこれ質問される方もね、他の方に見られると思えば、まあ何がしかの考えた質問になってくると思うんですよ。ということで、ちょっとね、工夫も始まるんですよね。工夫して動画で質問をする、そして動画で質問を受け取る、このやり取りが動画の作成頻度も増やすし、もうモチベーションアップにもなるし、それから具体的な返信もいただけると。まあ、なんかね、いろいろね、一石三鳥四鳥取れると思いますんで、私はね、質問をいただく方には、まあ、YouTube でやったらどうかなっていうふうなことは思います。現時点でも私がこういうことを言わなくても、常に YouTube でご質問をくださる方とか、そしてね、常にメールでくださる方、多分もうこれ1本も2本も差ができちゃうんじゃないかなと思うんですよ。何回も言いますけども、ビジネスをするんだったら YouTube は絶対なんですよ。で、YouTube をせずにビジネスをするってことは、最初から不利なレースに参加するようなもんなんですよね。例えて言えば、カーレースに自転車で参加するようなもんなんですよ。あとは皆さんがどちらを選ぶかなんですよね。いや、カーレースって言っても車は速いけど事故るからみたいなことを考えてるんでしたら、自転車でそのままお進みいただければいいと思います。自転車でもね、成功する方法がないわけではないんですよ。というのが、他の用意どんでスタートした時に車が全部ね、故障して途中で停車、自転車だけが悠々と進む、こういうことが起きるかもしれません。もしくは車のカーレースで車が渋滞して進めないところを自転車がさーっとね、脇を越えていくかもしれません。まあ、ですんで、自転車で行くのか車で行くのかお任せしますけども、ビジネスというレースに参加するんだったら、今は YouTube がね、最も効果的で、よろしいんじゃないかなと私は思いますけどね。それでは今回の YouTube アドバイスは以上です。また次のね、ネタもお楽しみに。